日本神奈川県川崎市摩区、関関は神奈川県川崎市摩区にある地名。現行行政地名は関1丁目から関6丁目で、住居表示は実施済み区域。関地区の中心。郵便番号は214-0001。関村、稲田村、稲田町及び分離する前の各地名の歴史についても記述する。川崎市摩区の北西部に位置し、 西側は稲城市とせする。中心を南部線が通り北側に5丁目と6丁目、西側に1丁目から4丁目がある。東側に京王相模原線が通る。また、府中街道も中心を通り、通り沿いにファミリーレストランが多い。京王駅前通りと呼ばれる商店街が京王稲田堤駅から稲田堤駅に至るまで東西に走っている。 乗り換え客などもあり、賑わっている。東は、ンババ、西は、菅城下、稲城市、矢野口、南は、菅北浦、北は、菅野泥、菅稲田堤に接する。矢野口を除いて、菅から分離した地名である。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、菅後から12から16の地点で22万3000円。 平方メートルとなっている。江戸時代から、稲毛米という品質の良い米を産出し、将軍や皇室へ献上していた。また、稲毛の田から、稲田という地名ができたと言われる。また、館地区、稲田地区は、玉川なしの生産地でも、昭和初期には三宅に献上していた。鎌倉時代から栽培されている、野良防災も特産品の一つで、ブランド化されている。 菅が多く生えていたことから、漢遺跡からは縄文土器、土偶片、末木などが出土、日室外跡からは住居跡が発掘された。奈良時代末期から平安時代初期に建立された八角遠堂という虎来人の仏教施設が発見されている。平安時代末期小沢城が稲毛茂成によって築城される。1333年の原稿の乱 1335年の中仙台の乱などで戦場となり、1351年に足利忠義法の小沢城を、足利元寺法の高麗京清が攻め落とす。1530年小沢県の戦い、北条氏康が小沢、大丸用水小沢里であった地域が村として分けられ菅村ができる。1690年までは、 武蔵国玉郡に属し1690年から武蔵国吉獣郡に属した。1640年から1690年まで中根市の地行地となる。中根市が和佐国に地行が移された後は天領となる。玉川の洪水や溶水がなく水不足だったため、米作りには適さない土地であり村高は武蔵田園房では457国余り、 原禄豪調では1,174国余り、天保豪調では1,227国余りとあり、大丸用水が1,604年にに、化量用水が1,611年に、開通したことにより、新田開発が進んだことがわかる。梨栽培や産業が盛んとなり、1925年には、梨の共同出荷を実現させるために、稲田新判公組合が設立される。 産業が衰退していくと製死業が発展し、安藤製死工業が建設されお菓子し、紙幣用紙などが製造された。梨栽培は最も盛んとなるが、戦時中の統制により激減、川崎市が助成し一時復興するが、宅地造成などにより減少、梨もぎができるなど、観光化受援化している。江戸時代頃から、 下菅の私がありに毛量城河原の園庭付近で農作業の人や農産物を運んでいたが稲城市や野口と調布した玉川をつなぐ玉川原橋が完成したため1935年した菅の私と上館の私が廃止され京王相模原線鉄道橋付近に館の私が設置された玉川原駅と川崎市川を渡していたものの1971年4月1日に 京王玉川駅京王読みりランド駅間が開業すると玉川で唯一となっていた、館の私も1973年に廃止された。なお頭に、館がつく町は全て館長会に属しており、館長会は一説には日本最大の町会と言われている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道京王相模原線、京王稲田堤駅南部線、稲田堤駅南部線、矢野口駅も、関の最寄り駅となっている。バス、稲田堤駅にあるバス停も利用することもできる。道路行政郵便局農業、共同組合教育商業公園神社、京王駅前通り、JR 駅前通り、 府中街道から南部線の踏切までの商店街を指す。京王南口通りその通りから京王稲田堤駅南口へ伸びる商店街を指す。郵便局通り稲田堤郵便局がある中野島方向へ伸びる商店街を指す。踏切より北側の間稲田堤にある玉川通りも合わせて稲田堤商店街と呼称している。ありがとうございます。